これまでおよそ3年3ヶ月にわたり政府が行ってきたコロナ政策の自己評価をお願いしたいと思います。政府のコロナ対策100点満点だと何点でしょうか。まあ、実は最初にコロナがですね日本で発生した、はい、それがもう3年前ですか。その時は私官房長、厚労大臣やって、官房長官やって今厚労大臣やってますから、まさに採点される当事者の私がですね点数を出すわけにはいかないので、すいません空欄ということで失礼させていただいておりますので、むしろいろんな方々がしっかり、評価をしていただいたり、いうことをしっかり踏まえながらまた次につなげていかなきゃいけないと思っています。ご自身で振り返るとこの良かった点悪かった点どうでしょう。そうですね、まずは国民の命と暮らしを守るっていうことが、政治の基本でもあります、でこの感染についてもそのために感染拡大を防止をするという一つの柱と、もう一つはやはり生活を守るわけですから経済社会活動を維持するというこの2つの柱をどうバランスを取っていくのかということがもう当初からやっぱりすごく悩みながらですねそれを やらせてきていただいた。そしてその中でやはり最初のうちはもう一般の頃は一体どんなそのウイルスなのかよくわからないっていうところからスタートして、でその後やはりワクチンが割と早く開発されてワクチンも打っていただいた。そして特にオミクロンに変わったというあたりから感染力は強くなってきたけれども、デルタまでは感染したら次の日割と元気な中年の方々か若い方々がもう肺炎を起こしたりですね場合によって命を落とすという状況から、オミクロンになって確かに死者数は増えましたけれども、分析によると基礎疾患がある方とか高齢者の方々かっていう、ややこう対応も対応というかウイルスの持っている特性が変わってきました、それらを踏まえて、対応の仕方を私ども変えて、最初はもう隔離だから、もう全員をもう病院に入っていただく。だんだんやっぱりものが見えていく中で守るべき人はやっぱり高齢者とか基礎疾患がある人というところに重点を移しながら変えて、そしておかげさまで5月の8日にはですねいわゆる2類から5類へ移行することができたと。それぞれの対応についてはさまざまなご批判もご意見もいただいてますから、それはしっかり受け止めながらもですね、まずはまだコロナが消えたわけじゃありませんから、いかに日常に戻していくのか、これは我々の生活もそうだし医療体制も含めてその移行をしっかり進めていきたいと思ってます、今お話の中にも死者数の話がありましたけれども、この政府のコロナ政策では去年7月の第7波の時に行動制限を求めず経済活動との両立を打ち出しましたが、第7波そして第8波と高齢者を中心に死亡者の数はそれまでより増えてしまいましたが、このあたりの現状はどのように捉えていますか。本当にこのコロナでですね、お亡くなりになった方々またには心からご冥福をお祈りしたいと思いますし、また大事な方を亡くされたご家族の方に対してもお悔やみを申し上げたいというふうに思います。そういう中で、全体としては他の国と比べるとですね、日本は死者数を抑えているという評価を、海外からはいただいているわけでありますけれども、そして先ほど申し上げたように特にオミクロンになってから分析をすると、特に80代等々ですね、高齢者の方あるいは基礎疾患のある方がお亡くなりになっていたと。で特にその高齢者施設とかですね、そういうところに入っておられる方はやっぱりどうしても体力的にも弱まってますから、やっぱりそういったところをしっかり守っていくということがすごく大事だというふうに考えてますので、我々も重点をそういったところに置いて、そして必要な方がきちんと入院できる、でその体制をしっかり作っていくということ、あるいはその入っておられる施設において感染対策をしっかりしていただくということ、またそれを我々が応援をしていくという対応をさせていただいています。番組では若者や高齢者、子どもを育てる人などさまざまな世代の100人以上に政府のコロナ対策の評価を聞いてきましたので、そちらをご覧ください。60点です。ココアがもう少し充実していればよかったかなと思います。ちょっとあまり意味がなかったかなって思っているので、他のところにお金を使ってもらいたかったかなって思います。50点、マスクを作っていただきありがたかった部分もあれば、それを無駄に保管してそれに税金使ってそれを結局廃棄すると、助かった分と
うん、本当になんでだろうっていう分がもう半々くらいでした。70点です。ワクチンを打ったことで優遇されることが多かったので、そこは良かったかなと思います。よくやってくれたと思いますよ。ワクチンにしてもね、多い人で6回、7回ね、先進国の中じゃよくやってくれた方じゃないかな。政府の方針っていうのが、バラバラ、もっと国民一人一人のためを思った策にした方が良かったんじゃないかなというふうに思った。緊急事態宣言解除されたり発行されたりっていうのがものすごいなんか短スパンで続いたなっていうのがあって、自分からしてもどうしたらいいのかわからないっていう部分だったり、もうマスクは大丈夫です、やめましょうみたいな言い方をしてくれた方が生きやすくなったりもしたのかなというふうには、はい、考えました。はい、都内各所で100人以上から政府のコロナ対策について点数をつけてもらったところ、平均点は64点となりました。この調査結果については後ほど番組の SNS で詳しく公開する予定です。さあ、加藤大臣、ココアやマスクの配布に関する苦言の一方、ワクチンへの評価などさまざまな意見がありましたけれども、ご覧になってどのように受け止めていますか？そうですね、ワクチンは本当に早くに開発をされ、そして当時菅内閣でしたけれども、菅総理も1日100万人にという号令を打たれて、それにのっとって対応させていただいた、言ったそういったところが早くに展開できたというふうには思ってますけれども、しかし同時に今特に方針がバラバラとか分からなかったとか、メッセージがよく分からなかったとか、科学的根拠があったのか、こういったことは実は専門家の有識者でやらせていただいた去年の6月の会議でもそうしたご指摘もいただいているわけでありますので、そういったところはしっかり受け止めなきゃいけないなと思いますし、あんまりご指摘なかったんですが、最初のうちに検査の体制が十分整えながらあった、それからやはり病院にアクセスできずに自宅で亡くなる方もいらっしゃったと、病院の体制の構築が十分じゃなかった、といった反省を私ども持たせていただいてますので、それらも踏まえて、実は先般感染症、去年では感染症の改正法案を出させていただいて、事前に地方公共団体が民間医療機関とですね、協定を組んで、そうなった場合にはどのくらいの病床を確保できるか、人を出せるか、そういったことを進めていく、それから今この国会になって政府において内閣感染症危機管理統括庁という本部を作る、それから今国会で議論していただいているんですけれども、国立健康危機管理研究機構という、よく日本版 CDC というんですけど、そういったものを作ることによって科学的な根拠に基づいた政策をし、またそうした中身を国民に分かりやすく発信していこう、こういった体制整備にも取り組んでいるところです。それでは太田さんからどうぞ。はい、大臣は2020年1月2月のダイヤモンドプリンセスの、頃から厚労大臣、そしてですね、菅内閣では官房長官、もう内閣の屋台骨ですよ。そしてまたこの厚労大臣ということで、本当にこの3年、数ヶ月もう寝食忘れてのですね、本当に大変だったと思うんですよね。そういった中ですね、大臣振り返られましてね、国民の皆さんと共有しておきたい反省点というか教訓、これナンバーワンの何でしょうかね、教訓は。そうです、今申し上げましたけれど、まずはそのやっぱり備えあれば憂いなしでありますから、やっぱりそれをしっかり作っていく、そのためにももちろん医療機関とその都道府県、また都道府県と我々、こうした連携もありますし、やっぱりそうした状況の中でどう対応すべきなのか、やっぱりそれぞれ皆さんも今回の経験を踏まえながら対応していただいたと思います。そういったことをやっぱり次にしっかりつなげていかなきゃならないというふうに思ってます。次につなげていくとありましたけれども、続いては今後のコロナへの対応について大臣に伺っていきたいと思います。まず8日に5類に移行してどのように変わったのか、小松さんお願いします。はい、これまで全数把握されていた新規感染者数は、定められた医療機関から定期的に報告を受ける定点把握に切り替わりました。また自治体が集計をしていました死亡者数は国が行うことになりまして、今後は毎日の発表から
1ヶ月から2ヶ月後の発表になると見られています。でこうした変更については感染の動向を把握する点から不安視する声もあります。新規感染者数をめぐってはインフルエンザで用いられている流行の目安が新型コロナではない状態となっています。加藤大臣、この流行のピークをつかむのが遅れる可能性もありまして、インフルエンザのように流行の基準を設けてほしいと東京都は国に求めていますが、これに対してはどのように考えていますか。まあ、そういうご要望があることは承知しているんですが、はい、定点で把握し始めたばっかりでありますが、インフルエンザはこれまでずっと傾向を追っていてですね、だいたい 1.0 を超えると一定期間だとどうピークになるかとか、だいたい感じが分かってきているわけですが、残念ながらコロナは必ずしもさっきは死者数でしたけど、感染も こんな感じになっててですね、必ずしもその辺の状況は分かれてないので、です、ね、今の段階で具体的な目安をお出しするのはなかなか難しいかなと、ただそういう声があることは十分我々は認識をしています。現時点ではなかなか難しいということですが、はい、では今後の医療体制についてです。コロナ専用病床を抱え最前線でコロナ患者の治療を行ってきた医師に、5類に移行された現状と今後への懸念を伺いました。コロナ専用病床に勤務していた看護師の退職が相次いでおりまして、実質補充が困難な状況となっております。患者数が増えて、すぐに入院が必要となっても、当院といたしましてはなかなか、スタッフの数を揃えることが、難しい状況となってきております。可能な限り、コロナ専用病床を、継続していきたいとは考えておりますが、政府や、自治体から、十分な支援が継続していただかないとなかなか継続が難しいと思いますので、10月以降も可能な限り継続的な支援をお願いしたいと考えております。医療現場の声を聞いて加藤大臣いかがでしょうか。まず本当にこの3年間以上にわたってですね、はい、もう医療現場の最前線の皆さん方は常に感染のリスクを抱えながらですね、本当にもう精神的にも肉体的にもギリギリなところで、特にコロナ感染の前線に立っておられた方はますますそうだと思っております。本当に心から感謝申し上げたいと思いますし、またそうした皆さんに対する対応を改善するということで、看護師の方の処遇改善等も取り組んできたところでありますが、確かに現場では今おっしゃられたような声もあるということも十分承知し、引き続き5月8日からこれまでの特定のところでお願いする形、特定の医療機関でお願いする形から広く一般にお願いをするという方向性は出してますが、いっぺんに行けるわけではありませんので、引き続き確保すべき病床数、またそれに向けた支援、今9月末まではお示しをしてますが、この夏のこれが多分感染もある程度増えると思います、夏場も、そこでの対応状況を踏まえながらそれ以降のことも決めていきたいと思っています。さあ続いて伺いたいのは今後のワクチン接種についてです。今後はですね、高齢者や重症化リスクが高い人などへのワクチン接種は引き続き2023年度は自己負担なしとしていますが、来年度以降どうなるのかというところ、そしてワクチンについては会計検査院から確保量の算定根拠を示す資料が不十分という指摘がありました。このあたり今後も含めてどのように考えていますか。まずワクチン接種については今年度中、まず5月の8日からですね、高齢者等重症化リスクのある方々に対する接種がもうすでにスタートしております。で一般の方は秋ということで、はい、対応を考えて、そしてまさに自己負担なしということです。で来年度以降については実際どういう形で打っていくのかということも含めて、また専門家の皆さん方に海外のいろんな動向とか、ウイルスそのものをどう変異するのかとか、そういったことを見ながら議論していただかなきゃいけないというふうには思っていますが、ただ今のところワクチンを接種、5月8日から位置づけは見直しをしましたけれども、やっぱり特に高齢者と重症化リスクのある皆さん方を守っていくためにもワクチンの接種はしっかり進めていきたいというふうに思っています。はい、そしてこの会計検査院の部分はいかがでしょう。これはそれ我々もそれなりに資料を持っていたんですが、はい、やはり口頭で説明したりとか、やっぱりそういった部分があるんで、今だったらその当時やってた人間がいるので口頭で説明できますけれども、数年経つとみんなその
いろんな移動があったりいなくなりますから、それでもやっぱり過去何があったかっていうことが分かるようにしっかり書類を残していくということは非常に大事だと思ってますので、まあ、今回の会議検査、まあ、これ以外にもいろいろご指摘いただきましたので、それを踏まえて今やらなきゃいけないことは対応するしますし、今後につなげることもはそういった形で、これはまあ今後ということにもなりますが、あの資料を残していきたいと思っております。今日は厚労大臣を務める加藤和信大臣にお話を伺っています。ここからは政府の肝煎り政策である少子化対策の財源について伺っていきます。政府から少子化対策の財源は徹底した歳出削減に加え、国債や医療保険、年金などの社会保険料から捻出するといった話が出てきています。先日加藤大臣は社会保険料については出せる余地はないと話していましたけれども、国民負担がすでに高い中で大臣としては少子化対策の財源についてはどのようにお考えですか。まず出せる余地がないと申し上げたのは、社会保険方式で医療、介護、年金をやっているわけですけれども、はい、これは例えば医療は医療のサービスに必要な部分を一部は自己負担していただいてますが、それ以外の部分で、まあ、一部は税金ですが、それ以外保険料で賄ってますので、そのまさに供給その医療提供サービスと見合う形でご負担をお願いしているわけですから、基本的に医療以外に使うという余地はないということは申し上げたわけです。ただこの子ども子育てを強化することについては、今すでにその内容をどう強化して詰めていくのか、あるいは財源をどうするかということは今子ども未来戦略会議、実は今日もありましたが、まあこういったところで議論をさせていただく、そしてそれにあたっては歳出改革をしっかりやる、加えてまあどうやさらに必要な財源をどうするかということについて、まあいろいろな税とか社会保険方式とか国債とかいろんなことが指摘されてますが、まあそこは幅広く議論していくというのが今の段階です。さあ、ここまで加藤厚生労働大臣に政府のコロナ対策と少子化対策の財源についてお話を伺いました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。